ファンドの飯でスニーカー好き、どうもバスケットマンです。そんなあなたには、エンディアバイス。はい、ってことで今日もやっていきましょう。今日も始まりました、バスケットマンのスニーカーと NBA、ポン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 パンってことなんですけども、今日も行ってみたいと思います。レッツ、テイクオフ。ですけど、今日紹介する選手は、そうリクエストにお答えしてダン・マリー、イエーイ、ガンスト長距離シューターってことなんですけど、ダン・マリーですよ。はい、あのインスタライブしてる時にダン・マリーどうですかって言われたんで、ちょっとダン・マリーやってみたいと思うんですが、ただね、ダン・マリーなんですけど、ちょっと使えない写真がめちゃくちゃ多いってことなんですよ。著作権の問題でね、ちょっと使えないんですよ。だから本当はいつもだったら、まあ、トニー・クーコッチの時もそうだったんですけど、使えない写真が多くて、で、本当は履いてる、そのプレイしてる写真と、いつもスニーカー乗っけてるじゃないですか。これやった方が信憑性あるじゃないですか。だからそれやりたいんですけども、トニー・クーコッチの時も、履いてる写真使えないやつが結構多かったんで、スニーカーだけになっちゃったんですけども、今回もちょっとね、ダン・マリーね、履いてる写真が使えねえのが多いんですよ。で、ちゃんとね、僕ね、できてるんですけど、ちょっと使えないから、まあ、スニーカーだけの写真になっちゃうんですけど、そこはちょっとご了承くださいということで、ダン・マリーですよ。まあ、ステフィン・カリーの前に、長距離シューターといえば、そう、ダン・マリー、スリーポイントラインの2メートル後ろぐらいから、バカバカ決めてたのが、そう、ダン・マリーってことなんですけども、別に対して、記録は持ってないんですけども、まあ、オールスター2回、オールディフェンスビープレイヤー2回選ばれてたんですけど、そんなに僕はね、ディフェンス良かったかって思うんですよね。1993年の NBA ファイナル、フェニックス・サンズとシカゴ・ブルズ、そう、マイケル・ジョーダン1回目の3連覇の同期、ね、マイケル・ジョーダンについてたのが、ダン・マーリーだったんですよ。で、僕はね、ずーっと思ってました。ダン・マーリーはやめといて、ジョーダンのスピードについていけないと。はい。ケビン・ジョンソンつけろと思ったんですね。でも、ケビン・ジョンソンだと、高さのミスマッチができるはずなんです。だから、ポストアップしてね、フェイダーベル入れられちゃうんだけど、俺はケビン・ジョンソンがいいと思ってたら、3戦目ぐらいからね、ポール・ウェストワールドヘッドコーチは、ケビン・ジョンソンに変えましたね。でも、やられちゃいましたね。でも、ダン・マーリーよりはマシだと思うんだけどな。で、攻撃の時はダン・マーリーは、ジョーダンに疲れちゃうんで、でもジョーダンの上からバカバカスリーポイント決めてたんで、そこはすごいなとちょっと思っておりますということで、ダン・マリー、まあそんなに速い選手ではないですね。はい、はい、ダン・マリー、サンダー・ダンでございますね。始まる前のね、セバロスとの蹴り合いね。でね、やっぱね、動き鈍いんですよ。で、花もないんですよね、プレーにね。泥臭いプレーが、これ有名なスリーポイントがね、クラスショットのね、ケビン・ジョンソンがリバウンド行くんだけど入っちゃうみたいな、いやってサンズ盛り上がって、俺サンズファンだったんでめちゃくちゃ盛り上がりましたね。これ本当にみんな抱き合っちゃって、でこれがダン・マーリーのダンク、そうなんですよ、振りかぶらないダン・マーリーのダンク、そのまま入れちゃうっていうね。まあ、スリーポイントとやっぱこのなんか振りかぶらないダンクがちょっと僕の中で印象だな。これもねちょっとやっちゃうんだけど、そんな上手くないんだね。はい、これバークレーとの通面ゲーム多かったですね。バークレーパスしてダン・マーリーがスリーポイントみたいなね、このプレー多かったですね、当時のファンズは。はい、で3ポイントはぶっちゃけめちゃくちゃうまいですね。はい、これね遅いでしょ、遅いし鼻ないのプレーに若干ダサいのね、ガッツポーズも。これもねちょっとね、泥臭く入れてくんだよね、やっぱ。で振りかぶらないダンク、そうなんですよ、ダン周りは振りかぶらない。はい、3ポイント、はい、オリバー・ミラーからのパスだったね。いいね、これはほんと当時のサンズは超すごかった。はい、ショーン・ブラッドリー越しのダブルカッチで、ちょっとトラベリング気味の3ポイントみたいなね。でこの距離から打たれると当時は無理だったね、この距離から打つやつ当時あんまいなかったと思うんだよな。はい、ドカーンということでね、若き彼氏のダン周り、そしてバークレーからのダンク、そう、これいや、そうね、ハイライトだね、やっぱこれはダン周りの、うん、いいね。やっぱサンズの時と、うわ、やっぱこっから決められるとちょっときついね。うん、サンズの時一番なんか生き生きしてた感じがするな、ダン・マーリーは。いいっすね。あ、まあ、こうヒートいっちゃったね。モーニングからのパスそのままシュートみたいなね。はい。うん。まあ、ディープレイしてくれるけどね。まあ、ラッキーだった感じがするけどな、これは。やっぱ、これ、NBA ファイナル、1993ファイナル、何セットしてたけど、これね、もう、あり上がったね、俺は。上がったね、あの上段越しのスリーポイントは。いや、リアルタイムで見てましたよ、あれは。うわーってなったもんな、すげーわ。ちょっと絵座りけど、これ、やっぱノーモーションシュートうまいよな、ダン・マリー。うん。まあ、っていうことね、スリーポイントってやっぱスロー気味であったけど、ダン・マリー、まあ、いいプレイヤーでしたね。はい。
そしてね、そのダンマーニなんですけど、じゃ結構いろんなナイキ履いております。その前にね、ダンマーニ、1988年ドラフト全体14位ということで、全体じゃダニーマーニングということで、ミッチ・リッチモンド。まあ、ちょっと小粒揃いの1988ドラフトでございますね。フェニックス・サンズに行きます。ケビン・ジョンソンと一緒ですね。はい、それで最初ね、エアホース3とか、あとはエボリューションとかかな、結構履いたりとか、昔のフォース系を履いてましたね。あとは、エアフォース5、ハイとロー。かっこいい、結構ごつめのスニーカー履いてるね。パワーフォードとかセンターの人たちがよく昔履いてたやつの、まあ、やつだけど、まあ、だんまりシューティングガードになるのかな、まあ、たまにスモールフォワードやったりとかするかな、まあ、履いたりとかしてて、あとエアフォース6ね、めちゃくちゃごっついやつですね。で、エアハラチとかも履いたりとかして、ハラチ系も履いてますね。はい。そして、まあ皆さん大好き、レジミラーとか、いろんな選手が履いてる、エアフライトローとか履いてますね。あとはもう結構ね、みんなが履いてるナイキの人気のもの結構で、やっぱダンマーニも履いてて、90年代の選手でオールスター出てるから、まあちょっと被ってきちゃうんですけども、エアストロングとか、まあいろいろゲイリーペイト履いてましたね。あとはエアダイナミックフライト。はい。これはね、オールスターの時に履いてますね、ダイナミックフライト。で、エアースイフト、あのシュッとしたですね。僕も結構好き。エアースイフト、復刻したら、俺は売れんじゃねえかね、若干思ってるんですけどね。そして、あと、エアーアップ。これはね、エアーアップは、スリーポイントコンテスト出たことがあるんですけども、その時に確かね、エアーアップ履いてるんですよね。まあ、アーファニーハードメモデルとか、スコッティ・ピッペンモデルとかいますね。そして、エアーアップテンポっていうのがあったと思うんですけど、それも多分履いてるんじゃないかと思っております。そして、ヒートの時にですね、ナイキのエアーマックススピードタフっていうのがあるんですけど、それを履いてるんですよ。エアーマックススピードタフ、あの、なんか、ゴツゴツして、なんかイボイボのやつがあって、で、マジックテープで皆さんわかりますね。僕ら世代だと、エア、マックススピードタフ、わかりますよね。ちょっとそんなに、当時は動きやすかったのかもしんないんですけど、まあ動きやすそうにはちょっと若干見えない、あれをヒートの時に履いてんのかな。はい、そのダンマーニなんですけど、まあザラッとね、ダンマーニのスニーカーを紹介させていただきましたということで、はい、ザダン、元祖。初期にドリームチーム2にも選ばれているダン・マーリーということで、まあ、ジョーダンの後継者ですよね。まあ、9番を後継しただけで、プレイヤーは全く後継してないんですけども、はい、9番をつけた男というところで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game! えい、はい。